先ほどの回路を、組み立てるとこういう感じになります。感じですね。で、結構なんかこう、得体の知れない IC がこうくっついてると、ここからなんか秘密鍵抜き取って、どっか、電波に乗せて送ってるんじゃないかとか、ちょっと昔あったのが、パソコンのマザーボードになんかよくわからないチップが入ってるとか、大騒ぎになるってことはあるんですけども、まあ、私自身が見る限り、まあ、変なものは載ってませんよという、はい、ことですね。まあ、こういうチップとか。今、ちょっとその話で少し思い出して、これもちょっと脱線しちゃうんですけど、はい、ちょっと個人的にお聞きしたいんですけど、はい、なんか一時期、はい、ファーウェイかなんか、中国系の、パソコンだったりとかに、なんかそういう、なんでしょう、ハッキングするためのチップが入ってるみたいな話が問題になったというか、なんか批判をされてた記憶があるんですけど、あれ、ご存知ですか、うん、なんかその、はい、その問題を僕、すごいこう怖いというか、はい、使ってる電子機器に謎のこう、まあ、これトレザーの話は全然ないんですけど、っていうのはあり得るってことなんですけど、そういうことってあり得ちゃうんですかね。例えば、まあ、中国製に本当は限らないですけど、別にアメリカ製でも似たようなことはできると思うので、なんかもうハードウェアの中に謎のチップがあって、中でやってること全部こう抜き取られちゃうみたいな。やろうと思えばできちゃうと思いますね。うん、マザーボードなんか、CPU とメモリーの間に何か怪しげなチップを入れておいて、はい、でメモリーに書き込んでる内容を他に流すみたいなことはできそうではありますね。はい、ただそこで抜き取った情報っていうのは必ずインターネットを通して、送っているので、うん、もしそれブロックするとしたら、なんか怪しげなサーバーと通信するようなことがないようにブロックするとか、うんうんはい、でもそれ以外の、はい、初心者とかいわゆる一般ユーザーはそんなことは、まあ、自分も含めてそんなのやらないので知らない間に抜き取られている可能性はまあ、 あり得るとハードウェアレベルでってことですか。そうですね、はい、ありがとうございます。はい、まあ、極端な話ですけど、まあ、例えば iPhone 使ってますと、で写真撮ったら iCloud にこう上がっていたら、うん、まあ、Apple の社員は写真見ようと思えば見れるわけですよね、うん、はい、そうですね。はい、なので、まあ、変な写真をアップロードしたりとか、いや、まあはい、よくありますけどね、有名人とかが変な写真を iCloud にアップしてて、それをこうハックされる、アカウントハックされるってよく聞きますね。はい、まあ、ちょっとすみません、脱線しましたけど、まあ、だから場合によってはそういうふうに本当に気づかない間にチップが埋め込まれていることもまあ全然あり得るということで、ちょっと怖い話ですけど。はいはい、なんで基本的にはオフラインで使っているものに関しては情報を仮に盗むそこで抜き取られたとしても送る手段がないので、はい、なんかそこを気をつけるのかなという、うん、はい、感じがしていますね。例えば写真、なんか重要な写真を撮るのであればスマホじゃなくてデジカメを使って、うん、デジカメは絶対ネットにつながないとか、はい、そういう対策をするんだと思いますね。ちなみにじゃあデジカメ使ってらっしゃるんですか。あ、自分はそんな変な写真撮らない。そんな重要な写真は撮ってないみたいな。なるほど、はい。デジカメって言われてみると、もうほとんど使わなくなったし、買わなくなっちゃいましたね。昔はみんなそうだったんですけど。全部スマホですよね。ただそうすると。はい。わかりました。はい、で、これを、まあ、レントゲン撮ったみたいですけれども、先ほどの回路をこうアートワークっていう、まあ、こう配線を作っていくんですけど、結構この作業がですね、技術者楽しいんですよね。結構なんて言うんでしょう、その出来上がりに近づいてくるっていうのもありますし、これどういうふうに配置したらこう配線が短くなるかとか、こういかに基板を小さくできるかみたいなことで結構楽しくなってやっちゃうんですけども、まあ、割とこうパズルみたいな作業でして、なんか配線っていうととりあえずこうつながっていればいいじゃんみたいなふうに思われてしまうんですけど、うん、この配線の仕方次第では回路が、こう不安定になったりとか、動いたり動かなかったりっていうの結構ありますね。はい、で特に、まあ、割とよくあるのが電源周りとか、うんうんうん、あと、まあ、高速に信号をこうやり取りするような、うん、線だったりとかはかなり工夫しないといけなくてですね、まあ、トレザーの場合、例えばこのマイコンがここにあって液晶が上にあるじゃないですか。で液晶に、こう信号を送るときっていうのは、
多分この辺か、今、どれがどれかパッと覚えてないんですけど、まあ、こういう線を通じて、送るんですけど、結構液晶に送る情報って、あのデータレートが早いんですよね。うん、あの1秒間に何十回もあの、画面を更新するので、うん、まあ、そのスピードでデータを送ってやらないといけなくて、しかもドット数も多いんで、うん、あの結構数メガヘルツとか、そのくらいのスピードでデータを送るので、うん、変に迂回していたりとかすると、そこでノイズを拾ってしまって、なんか変な残像が見えるぞとか、なんか映らないぞみたいなことが結構起こりたりします。これ、はい、すみません、ちょっとかなり初心者的質問なんですけど、こういう配線が重要で結構難しい、まあ、あとはこれが何でしょう、技術者のちょっと醍醐味というか楽しいところみたいな話があったんですけど、はい、こういうなんか基本的にこういう時はこうするみたいな基礎みたいな話っていうのは、それこそ大学とかで教えてるような内容なんですかね。あ、本当に基礎の基礎しか教えて、大学では教えてないですけど、ね。ああ、なるほど、はい。それ以上ってじゃあどういうふうに学んでいくんですか。これ結構経験だったりとか、あの、まあそうですね、専門誌読んだりとか、あ、はい、あの例えばその学生とかの回路を作ってこう動かないみたいなことは結構あるんですけど、まあ、その時にはあの多分基礎からこうだよ、だから動かなかったんだよみたいな説明すると分かってくれるので、まあ、大学では一応基礎は抑えてあるんですけど、うん、やっぱ経験がないと、まあ、こういう時は結構トラブりやすいっていうのが、あの、はい、だんだんこう蓄積されていくと、あの安定した回路を一発で作れるようになるっていう、まあ、もしくは例えばトレザーみたいなのを分解した時に、ああこれはこうなってるのねとかっていうのが、まあなんか読めるようになるっていう感じですかね。そうですね、これこれこうだからこういう配置にしたんだろうなみたいな。なるほど、すごいすごい、はい、すごいなんか熟練の技術って感じですね。ちなみにトレザーはその点ではどうですかね、配置的には結構よくできてる。あ、そうですね、まあ、一般的なやり方はしてるとは思いますね。うん、はい、まあ、電源からだいたい見ていくんですけれども、こう下に USB を挿すところがありますよね。うん、で、はい、でこの辺がその電源を安定化させるための回路が入っていまして、まあ、例えばあの変な電圧が入ってきたときにトレザーが壊れないようにするための IC とか、はい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 、電圧安定化するための IC があって、あ、でそこから、はい、その後こうマイコンに入っていくんですけれども、うん、マイコンに入っていくときに この辺りの線とか割と太めですよね。うーん、はい、これは電流がたくさん流れるので、あのちょっと太めにしておいた方が安定しやすい。うん、でこう上に伸びているのもこれ液晶に、電流を流すための線なんですけども、液晶ってこうバックライトがついてるんで、うん、結構電流流れるんですよね、はい、ただマイコンよりはバックライトの方があの重要度って低いじゃないですか、多少ちらついても動作に影響、なので電源足はなんかこの辺に固めてるっていうのは理由になってるかなと、うん、あ、はい、なんかこういう配線とかのことは細かいことは当然わからないんですけど、ただ一トレザーユーザーとしてなんかこういう話を聞くと、おトレザー頑張ってるんだなっていう、あ、本当にこれよくできてると思います。一ユーザーとしてはちょっとなんか安心というか、こうおトレザー、俺の持ってるトレザーこんな風になってるんだっていうなんかちょっとした発見というか、なんでしょう、あの感謝の気持ちが今出ましたね。ああなるほど、はい、こういう感じなんだっていう、はい、ありがとうございます。回路図にしちゃうとただの一本の線なんですけど、あのこうなんか二次元的にこううまく配置してるっていう、なんかあの、はい、ちょっとアーティスティックなところがあります、ね、しかもそれを全部公開してるっていうのがすごい話ですね。本当そうですよね。結構この後でもオープンソースのとクローズソースの話みたいなのもしていただけるってことですよね。はい、はい、ありがとうございます、はいはい、今回あの、はい、今回あのスライドは用意してないんですけども、あの、うん、ビットコイン研究所の方で、最近、はい、あの弊社の方で入手した SecureX っていうハードウェアウォレットがあるんですけども、うん、そちらの方はあの回路がまだあのなんていうんでしょう、未完成ってわけじゃないですけど不完全な部分があったみたいで、うん、この配線を後で修正した後なんかもこうあったり、はい、まあ、さっき言ったようにこの電源手作り感がそうですね、はい、その電源関係なんかですと結構あのベテランの方でも
こうミスじゃないですけど、なんか不具合が出てきやすいところで、まあ、その辺の修正のアットだったりとか、うん、はい、あ、これ全部手でやったんだみたいなのがはいはいはい、はい、あったりして、まあ、そんな記事も出してますね。はい、はい、はい、ありがとうございます。はい、で次に、はい、次が、はい、これがレジャーか。そうですね。でレジャーの方も、まあ、マイコン自体これ STM っていう、まあ、さっきのやつと型番は違うんですけれども、STMWB55 っていうのは、これ実は AndGo でも一回これ使おうと思ったことがあったチップなんですけども、はい、Bluetooth が搭載されているやつなんですね。あ、はいはい、でこちら確かこのモデル、Bluetooth で通信する機能もあったと思うんですけども。これはレジャーナノ X ですよね。あ、そうですね。新しい方のやつですね。はい。うん、はい、で基板もかなり、こう、かっこよく。かっこいいですね。確かに。かっこいいです。はい。トレザーとなんかやっぱり全然ちょっと形も印象も違うんですけど、これはかっこいい感じなんですかね。ちょっとよくわかんないです。あ、そう。まあ、配置なんかもかなり、こうぎゅうぎゅうパンパンに詰められてますし、これ基板って普通緑のイメージがあるかなと思うんですけども、あ、ね、黒にするとちょっとだけ高くなるんですよ。うん、なんかそれは色が違うだけで値段変わる。色が違うだけで、はい、はい、ちょっと高くなることがあるんですけど。あえて黒で。はい、見えないのに黒にするっていう。ああ、こだわりって感じですか、ね、デザインの。そうですね。別に黒にするセキュリティ的な理由とかそういうのはあんまりない。全くないです。はい。性能も全然変わらないですね。あ、じゃあ、ちょっと高いけど、あえて黒にしたってことですね。なるほど。そうですね。うん、でも確かにこっちの方がパッと見ですけど、なんかかっこいい感じがしますね。パッと見ですね。なんとなく。はい。Apple 製品なんかも開けると黒い基板出てきますね。あ、なんかじゃあ、なんかレジャーっぽいですね。レジャー結構デザインを重視する企業な気がしていて、少なくともトレザーとかで、トレザーはなんかこう全部オープンにしてこうコミュニティで一緒に作っていくみたいな、自分のユーザー的視点からのアプローチを感じるんですけど、レジャーは割とハードウェアの端末自体も結構かっこいいというか、なんだろうな、デザインも悪くないですし、トレザーより個人的にはハードウェアのデザインのおしゃれさはレジャーの方が高いと思ってるんで、基盤でもそういうところが出てるのかもしれないってことです。そうですね。面白いです。はい。きっと儲かってるんでしょうねっていう。あ、儲かってる。そういう感じ。アップルを真似してって。なるほど。はい。そうですね。あ、で、まあ、これちょっと見ていただくと、まあ、STM のマイコンがあって、で、まあ、これ Type-C をこう使ってるっていうのも、タイプ A って割と単純なんですけど、タイプ C って結構その、まあ、パソコンに対して電源供給が最近できたりとか、結構複雑な仕組みになっていて、うん、まあ、このタイプ C を使うためにまた専用の IC が必要だったり、うん、したりとか、まあ、この辺もお金かかってるなという感じですし、で、あとはこのセキュアエレメントを使ってるっていう、うん、特徴でして、これはクローズドソースなので、うん、中身を公開する必要がないので逆に使えるっていうものですね。で、これよく見るとですね、そうですね、これ ST って書いてあるんですけど、これも ST マイクロエレクトロニクスが、出しているものなんですけど、セキュアエレメントって、この中に秘密鍵を入れておいて、この中で演算をするっていう機能で、うん、これ実はそのまま、クレジットカードの IC チップとしても使われているものなんですね。うん、で、結構秘密な仕様とか、使い方なんかも一般公開されていないんですよね。うん、で、もう本当になんかこういう製品がありますよぐらいのことしかネットには出てこないですし、うん、この、まあ、ST マイクロの中でも、かなりそのあたりが厳重に管理されているんですよね。ですので、オープンソースでこのセキュアエレメントを使うっていうのはまずできないと思います。うん、はい、でその代わり高いセキュリティ性が担保できるっていうことなんですけども、この先ほど説明したマイコンに、秘密鍵を入れておく場合は、さっきのデバッグポートをオフにしておけば、まあ、普通の技術者が見ることっていうのは、できなくなるんですけれども、例えばこれ蓋を開けて電子顕微鏡とかを見ながら、そのフラッシュメモリーにこう小さいピンをこう当てて
今どういう情報が入ってるかっていうのを、うん、あのお金はものすごいかければ見ようと思えば見れちゃうんですよね。うん、はい、まあ、例えば何でしょう、100ビットコインぐらいこの中に、この中っていうか、うん、まああのまあ、入っているとした場合には、うん、そのくらいコストをかけて、取り出すっていうことを、まあ、やりたい人も出てくるわけですよね。うん、でセキュアエレメントの場合はそのあたりをよりあの難しくしてるらしいですね。うん、はい、でそこはあの ST の方に 聞く機会があったんですけど、あの当然教えてくれないですし、うん、はい、でもちろんその製造の過程とか、まあ、開発の段階で、まあ、当然その技術者とかがあのどっかに漏らして、その中身について漏らさないように、まあ、そのあたりの管理もされてるっていうことでした。あ、じゃあこれは詳細は片山さんでもよくわからない、はい、あ、そうですね、はい、あのはい、うちの会社が儲かってこれ使えるようになれば、あ、もしくはその使う必要が出てきて、まあ、ST とこう正式に契約をした場合には、はい、多分教えてくれるとは思うんですけど、うん、はい、多分知ってるっていう事実も言っちゃいけないとかそういうことになると思うんですけど、本当に厳しいし、一部の企業とかしか使えないっていう感じ、はい、トレザーはじゃあこれ使ってないのは、まあ、お金がないというよりは、まあ、どう、なんか理由あるんですかね。例えばこれオープンソースでセキュアエレメント使いますよっていう基盤にしたとしても、うん、その一般の人がその自分で作ってみるっていうことはできないですよね。そうですね、うん、はい、でそうするとオープンソースにする意味がなくなってしまうっていうこと、はい、多分あの、まあ、多くの人は難しくてできないと思うんですけど、まあ、こういうの好きな人だったら自分で作ってみようっていう方もいらっしゃると思うので、はいはいはい、まあ、そこら辺の哲学の差みたいなところもあるのかもしれないってことですね。はい、トレザーも多分使うと思えばおそらく使えるレベルの企業では、まあ、あるのかな、多分分かんないですけど、うん、そうですね、多分そのデータシートさえ入手できれば、うん、あの一般的な技術者でしたら多分そのマイコンとセキュアエレメントの通信のプロトコルとかだと思うんですけど、うん、それが明らかになれば使えてしまうんですね、うん、なるほど、参考になりました、はい、ありがとうございます、はいはい、いつかちょっとここのマイコンとセキュアエレメント流れてる信号を解析したいなと思ってまして、うんうん、あ、本当にこれ使ってるのっていうのを、あ、使ってないと意味ないのでこれでも使ってないってことが仮に分かっちゃったらひどい、すごいことになりますけど、はい、おそらくその最初の初期化の時に、あ、そのウォレット自体の初期化の時に、まあ、秘密鍵を、この中で作りなさいよっていう命令とか、あと、うんうん、トランザクションに署名するときに必ずセキュアエレメントの中で署名するので、一、うん、まあ、回多分トランザクションが流れると思うんですよね。うん、はい、まあ、そういうのをなんか解析してみたいなという、うん、はい、計画でいます。なるほど。はい、